ていくときはメンブレンにメンブレンをサランラップで。やるかな。はい、ここつける。で、4000のショートカットをクリックすると。はい。ポジションこのストレイポジションっていうのを、まあ、自分が、検出したいメンブレンの大きさに合わせて、うん、まあ、調節していくと。なるほど。で、まあ、普段1枚しかやらないんで1で1か0でいいです。1か0でね、はい、ストレイポジションをこれからピントを合わせます。何でもいい感じで、ストレイポジションっていうのでいいか、フォーカシングでフォーカスを、フォーカシングのボタンを押すと、まあ、こう出てくる。いいです。でまずメソッドトレイポジションっていうのでフェムルミネンセンスをこうマークしてあれば、はい、OK。 あといじる必要ない。であとエクスポージャータイプっていうのをインクレメントにしてあげる。でこれは、まあ、定期的に設定した時間ごとでどんどん検出してくれると。でインターバルタイムを調節するんだけど、はい、最低の時間は10秒。でいつも、今までの傾向でいくと、まあ、10秒ずつやってあげれば問題はないかな。であとはセンシティビティリゾリューションっていうのはそれぞれ、まあ、このランクごとに違うんだけど、確かスタンダードからハイにすると4倍違うのかな。でハイからスーパーも4倍違ってっていうんだけど、なんか画素も悪くなっていくから、まあこちらの場合はスタンダードでやればいいと思う。最後に撮った16枚しか保存されない。とりあえずこの保存でいくと、はい、で16枚以内に終わらせなきゃいけないということ。テクニカルなここで入ると、はい、デジタルに変えて多分 PPI のままで何もいじらなくて、今ここにマークついてたんだね。ここですこっちか、はい、これをここに変えるわけです、はい、はいはい。でマーカーの設定を取るとで OK にして、マーカーを上げる上に出てるカラーがあるから、そうです、それを名刺屋で撮影ジョンにして、で10秒だと多分真っ白なのが出てくるんで60分の1秒ぐらいで、でスタンダードでスタートしてあげれば扉を閉めたままでも出る。でちょっと明るさを変えてやると見えるんだけど、これカラーがすごい分かりにくいので、とりあえず一旦このまま保存します。
終わったら当然このソフトウェアを落とすと。そうです。このままだと永遠にこのカメラがマイナス25度を保ってしまうので、うんうん、まあバッテンを押すとカメラをそのままにするか止めるかっていうのが出てくるので、ストップザ CCD クーリングにして、すべての作業が終わったら RAS4000 の電源を切ってパソコンの電源を落としてノートに記入して終わりと。この3点セットを必ずやりましょう。